教えてください。ゆうたです。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、自分が国際系の学部に所属してて、それでスペイン語を専攻してたんですけど、大学4年の間に英語を勉強せずに卒業するのがなんかあれだなと思って、卒業する前に1回短期でも留学に行こうって思って意識しました。やっぱ短期で行けるっていうのと、あと一番値段ですか。自分が大学3年生の夏休みって言ったわけなんですけど、それがまあ就活とかそういういろいろの兼ね合いでラストチャンスだなと思って、そのラストチャンスで行けたっていうのはすごい良かったと思います。大学生で時間があるじゃないですか、その時にいろんなことができたっていうのは良かったです。そうですね、自分はあんまり街にそこまで出かけたりはしてなかったので、ソーシャルスタディーコースでいろんなところに訪問できたりして、やっぱなんかフィジーを違った面から見れたかなって思います。貧しい子供たちが生活してる小さい村 であと教会があって、こういう教会で子供たちが歌のプレゼントをしてくれたのはとても感動しました。子供たちとかがもうボロボロの服とかもう靴も履かないで外で元気に遊んでたりして、あ、こういうところがなんか日本人の子供と全然違うところだなとか、自分たちがお金をすごい求めてるに対してなんか自分の時間を大切にするっていうか、楽しむことが一番なのかなって思います。グループレッスン の先生がすごい面白くて、朝始まるのは早かったんですけど、すごい毎朝楽しみに受けました。ワントゥーワンコースで先生と1対1で英語を話しながらその英語の学習ができるっていうのはすごいいい環境だなって思いました。時間的にも2時間ぐらい、すごいいい時間だなって思いました。自分はリスニングが苦手だったので、授業の中でもそうだし、そのワントゥーワンコースもそうなんですけど、先生が話すことをすごい集中して聞いて、一語一語逃さずにっていうように意識してリスニング力が上がるように意識しました。結果ムーブアップテストでリスニングのスコアがすごい上がって、ムーブアップの基準の点数に届いてレベル6に上がることができました。まあ自分は本当に短い滞在だったので、なんかどっかいろんなところをわーっと訪れるよりも、その自分のために確保した時間を大切にしようと思って、で自分はやっぱそのボキャブラリーが足りないってもずっと思ったので、家帰ってでその授業の中で分からなかった単語だったり、その日常の中で使えそうな単語をもう片っ端からノートに書いて、辞書で例文とかも調べて勉強してました。この単語なんて言うんだろうって思ったらすぐに調べるっていうのはずっとやってました。辞書は常に持ち歩いて、街中でも学校の授業中でも、あ、なんかこう言いたいのに言えないって時にすぐ辞書を開いて、とりあえず言ってみるっていうのが大事なのかなって感じました。そうですね、結構びっくりしました。そのインド人の家庭って聞いてて、でカレーを毎日食べるとは聞いてたんですけど、本当に朝晩毎日カレーだとは思わなくて、最初の1週間ぐらいはちょっとあ、もうこっちしんどいかもと思ったんですけど、途中から慣れて最終的にはすごい楽しかったです。自分の方が大体先に家に帰ってたんですけど、そのファミリーの人が帰ってきたらコーヒー飲むとか言ってくれて、でなんかしばらくコーヒー飲みながら話すみたいな、そういう時間もあって、英語力が上がるためにもすごい良かったかなと思ってます。ヒンドゥー教のあれでなんかブレスレットをもらって、その小さい女の子がいたんですけど、その子につけてもらって、あ、なんか今でもそれ家で撮ってあるんですけど、見たら思い出しますね、ホストファミリー。お皿は自分で洗うとか、あとはご飯出してくれたら毎回サンキューって言うとか、家出るときは出るねみたいな、学校行くよみたいなと言って、なんかハブナイスデーとか言うだけで、なんかお互いにちょっといい気持ちになるというか、そういうちょっとしたコミュニケーションでも
頻繁に取るようになってました、うん、日本語ではあんまり行ってらっしゃいとかはあってもなんか Have a nice day とかまでは言わないじゃないですか、うん、そういうところをなんか簡単に言える英語ってなんか素敵だなとは感じました。特になんかフィジーについてなんか今ってどういう季節なのとかお土産ってどこで買えるのとかどこの島行った方がいいとかあとはなんか将来の話とかもしました。あ、じゃあ結構深いところ。いや全然深くはないですけどなんかどこ行ってみたいとかどんな音楽聴くのみたいな、うん、まあそれ期間にもよると思うんですけど最低限の英語を身につけていくのとあと学ぼうと思う気持ちです。滞在期間が長ければ長いほど気持ちも切れていくかもしれないしせっかく自分で時間を取って行ってる留学なんだから自分のためになるような時間の使い方をしてほしいなと思います。自分の中で外国語を使って仕事をするっていうのは全く考えてなくてスペイン語にしろ英語にしろ外国語はもう旅行ができれば十分だと思ってるのでもうここからはもうせっかく学んで英語を活かして世界中飛び回りたいと思います。逆にルーティンになるっていうか朝は逆にカレー食べて学校行かないとなんかあれ変だなみたいな夜も当たり前のようにカレーが出てくるからもうなんかあ今日もカレー食べて寝るんだなカレー食べたら勉強しようみたいなとりあえずご飯はカレーって感じでしたね。